大中山駅は北海道亀田郡の内町大中山一丁目にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は H72、電報略号は O。快速、アイリスの停車駅となっていた。当駅の所在する地名より。地名は村内を流れる大川から村名に採用された大川村と1858年当時の 箱館部業所の開拓係、中島達三郎の名字から採用された中島村の二村が合併の折、村名を大中山村としたことに由来する。相対式ホーム二面二線を有する伏線区間の地上駅、点鉄機を持たない防線駅となっている。互いのホームは両ホーム北側を結んだ古線橋で連絡している。簡易自動券売機設置で、 七重駅管理の無人駅となっているが、有人駅時代からの木造平屋建ての駅舎が残っていた。旧駅舎は校内の東側に位置し、上り線ホームに接していて、出冊窓口は閉鎖されていた。また開口部が塞がれていて、駅舎外の別の小さい建物に組み取り式トイレを有していた。二0 1三年十二月十二日から共用が開始した新駅舎のトイレは、 JR 側は、無人駅には、トイレは設置しないということであったが、通勤・通学などの利用客が多いため、トイレは、七重町が設置した。1976年の大中山駅と、周囲約500メートル範囲。下が函館方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成台中山仮上降場に関するカテゴリー。 ありがとうございます。